初めて愛した人は特攻隊員でした。 SNS で話題になったベストセラー小説を感動の映画化。現代の女子高生と戦時中の特攻隊員の青年、この冬涙なくしては見られないラブストーリーが誕生します。幸せの味だ。この時代の人はいろんな思いで生きてたんだなっていう胸が苦しくなる部分を伝わりました。こういう史実があったっていう、知ってほしいなっていう一心ですね。今ある平和っていうのは昔にこういう人たちがたくさんいてくれた上で成り立ってるものなんだな。一生懸命生きていた人たちのこの時代に忘れないでいたいなって思います。そして主題歌は福山雅治の僧帽。泣かないで君よ幸せであれ。生きたいという強い意志があったり、しっかり守りたいものがあったり、改めて認識できたのでいい機会でした。これから自分はどう生きていこうって改めて考え直すきっかけになる作品でもあると思うので、知るきっかけにしてほしいなと思います。君の幸せだけを願っている。あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、ぜひ映画館でお待ちしております。